どうも皆さん、こんにちは、ケイキャラです。今回は、チャプター4に入って、初めてのアップデートが行われました。そのアップでは、なんか、サイレントアップデっていう、もう夜中の2時とか3時に、こっそり行われたアップデなんで、あまり知ってる人は少ないと思うんで、今回は、そのアップデ内容を紹介していきたいと思います。で、今回のアップデ、相当の神アップデで、まず、やばいやつこれ、サンダーショットガンの装備時間がわずかに早くなりました。前までサンダーショットガンって、持ってから撃つまでがマジで長かったんですけど、それが早くなったっていうことで、マジでサンダーショットガン持つ人がめっちゃ増えそうですね、これから。で、あと、メイバンオートショットガンの発射速度が速くなり、命中率が向上。ショットガン全体的になんか強化入った感じですね、今回のアップデで。で、次に、アップデ内容まだあるんですよ。で、タクティカルピストルの命中率と反動が改善。まあ、多分これ弱くなったってことなんかな。タクティカルピストル強すぎたから弱くなったはず、弱くなったと信じたい。で、まだアップデ情報あって、エクスキャリバーライフルの腰打ちの精度を下げ、プレイヤーや建造物へのダメージが減少。エクスキャリバーへの、弱体化っすね。マジで嬉しい。で、次、ショックウェーブハンマーのリチャージ時間が増加。これはショックウェーブハンマーの弱体化っすね。今までチャージ時間が15秒で1回やったんですけど、今回のアップデから20秒に1回打てるようになりました。はい。で、次のアップデートでの調整。次のアップデート多分大体アップデートいつも火曜日にあるんで13日やとは思うんですけど、これもまた相当の神アップデです。はい。1個目、島中のあらゆる石から取れる石材が大幅に増加。これマジで嬉しい。今まで普通100もらえるレンガがなんか40やったり50やったりするんで、それがまあ大幅に増加、多分元通りになるんかな。いや、マジで嬉しい。で、もう1個、ショックウェーブハンマーが建築物を通してプレイヤーにダメージを与える問題を修正。これあれっすね、なんかショックウェーブハンマーってこもってる敵に対して撃ってもなんか中に貫通してダメージ与えれたじゃないですか。それが多分バグやったらしくて、それが修正されるよってことですね。マジで神アップデ、ほんまにやばい。いや、ほんまに神、マジで神、マジでやばい、ほんまに。